プレイボール大分の高っち親方です。連日開催されております、第103回全国高校野球選手権大分大会、えー、いよいよですね、4日目、もう1回戦最後を迎えました。えー、ということでですね、えー、今回もその1回戦最後の試合の模様、そして翌日からこの2回戦ですので、その試合のカードのご予定を、えー、ご紹介いたします。 どうか今日も最後までお付き合いよろしくお願いいたします4日目、えー、1回戦最後の試合3試合行われましたまあこの日のテーマはですね雨にも負けずという、えー、タイトルとしました、えー、実はですね今日はですね雨が降りまして、えー、特に第2試合、えー、始まる時にですね、えー、開始が多分1時間以上ですね前は伸びて そして試合が始まってもです、ね、雨が降り続くという中での対戦まあやっぱ高校野球ってそこら辺ですねこの暑い、ね、梅雨の時期に行われますしやはりまあね正直やっぱ強いチームっていうところはこういう気候の変化にも対応できる、ね、そういうチームがやっぱな強いんだなという,ふうのをまあ感じましたでそれではまず第1試合、えー、大分高専対日炭熊は11対3で 大分高専が8回コールドで勝ちました。えー、高戦はですね2年ぶりの夏参戦です、えー。昨年の独自大会はちょっと欠席ということだったんですが、ねついにね2年ぶりに戻ってきましてねもう試合も終始高戦が圧倒しておりました。ね高戦の最後出てきた抑えのピッチャー見るとどうもこれ地元の後輩のごタルですね。 久間なんですけれども、まあ、点差は開いたものの、実はですね、こう序盤に結構、同点のチャンス、ツーアウト、二、三塁とか満塁とかこう、まあ、私が見たときあったんですけれども、ね、そこでまあ1、2点取るも、あと一歩、まあ、及ばずというところが続いて、まあ、最終的にはちょっとです、ね、点差開いてしまいましたが、ね、12名で挑んだ夏ですけれども、ぜひまたですね後輩の皆様がです、ね、頑張っていただきたいと思いますし、3年生も本当にお疲れ様でした。 第2試合別府鶴見ヶ丘対大分東は10対2で別府鶴見ヶ丘が7回コールドで勝利いたしました。まほんとこれ雨に悩まされたと言いますか？もう試合も遅れますしね。試合中も雨が降って、まあ非常にですね。難しいところだったと思います、えー、先制したのはですね。大分東です。ただ3回以降ですね。もう別府鶴見ヶ丘が一気にですね。こう優位に展開をしていきました。 まあなかなかこの雨の中っていうとこう、こまあ私もちらっと見た限りですと、こうねピッチャーのね投球、請球とかですねね走るとか、あと守るっていうのは、かなり結構普段とは違う感じでですね、まあちょっとやりづらかったかなというふうには思います。まあ、余談ですけども、本当、これ個人的な注目はですねどちらも佐藤監督同士 しかも名前もね本当に似てらっしゃるんですけれども、えー、大分東の方がですね、えー、佐藤直之監督ですけれども実はですね17年前ちょうど私の、まあ、最後の夏でしたがの,の初戦の対戦相手が。 えー、大分東高校でしかも、えー、佐藤直行監督でした <laughs> もうなんかちょっと私自身縁を感じますしあの佐藤直行先生、あのー、その前は三重高校でですね、えー、監督もされてまして、えー、実は私の通ってた中学校の、ね、野球部にも、えー、一度視察に来られたことがありますえー、今日はですねえー、見に来ましたっていう感じで非常に声があの高いですね今こんな感じですけれども監督で本当に元気がある。 元気いっぱいのチーム作りをされているイメージですね。結構走り込みも重点的にされているというイメージです。えー、あのー、ですね、まあ、実はあのまあ、佐藤直樹監督は上野顕家の確か野球部のキャプテンをされてまして、でその時の監督さんが、えー、大分マ鶴のです、ね。川村監督で、えー、まあ、実はまあ私の恩師でもありますし、まあ武田と三重と大分東とですね、まあ、ライバル関係だったんですけれども、もう川村監督役、もう佐藤直樹監督はですね。 本当もうその高校の時から元気がいい,せないいキャプテンだったということで本当にこうねはきはきされているこう元気いっぱいな監督というイメージです。で一方別府鶴見川岡は 佐藤直樹監督ですね、えー、この春までですね、えー、大分県の高野連の、えー、理事長を務められまして、えー、ですねいよいよ監督としてまた復帰されましたね、えー、なんか新聞記事でもまた監督やりたいですっていう話をねされてた印象的ですけれどももう背がスラッとしててですね、えー、別府鶴見川丘をね率いて今日はですねコールドで勝ちましたけどもねまあ私自身 ね、あの連日ご紹介してますが結構、監督とかあとユニフォームとか、ね、そういうところに注目する、まあ、ある意味ではマニアックな、えー、見方をします。で第3試合、えー、日本文理大付属対、えー、キツキですが、えー、9対1で、えー、日本文理大付属が、えー、7回コールド勝ちです。 えこれですね、あのー、中継でもそうでし、ねあのー、ナレーションでもおっしゃってましたし、あの私の自然、あのー、組み合わせ抽選ののでもでも、ね、あの注目カードの一つに挙げてまして、この、ね、日本分離大付属とキツキって、これ、かなり面白い初戦ということで、注目されてました。結果はです、ね、私自身はあのー、コールドゲームになるっていうのは思ってませんでした。結構いいい試合するんかなと思いましたした えー、今日まあちなみに3試合とも全部ちょっと、ね、コールドゲームになったという、まあ、一方的な、ね、展開でしたけれども実はですねこの日本分離大不足も、ね、キツキも本数ヒットの本数はですね実はそんなに探すないようですねじゃあなんでここまで点差がついたかこれはですねポイントはね 子球与えた四死球ですね、フォアボールやデッドボールを出したか出さないか、もうこれが本当に勝負を分けましたね。きつきは確かですね、フォアボールやデッドボールが10個ぐらい出たというところで、ちょっとまあ点を取られてしまったなというところがまあ一つ課題かなと。で、一方、日本分離大付属はですね、 確かフォアボールとデッドボールなかったって最後ね、あの、実況をおっしゃってましたけれども、そしてノーエラーということで、これあの日本分離大付属かなり、えー、レベルが高いですね、あの、ひょん引き締まったチームということでですね、やはり強かったなという印象でございます。えー、ということで、まあまあ結局コールドの3試合となりましたけれども、えー、今回ですね、初日勝って2回戦に駒を進めたのが、えー、大分高専。 別府鶴見が丘そして日本文大付属のセンチームでございますぜひですね、えー、次の試合も頑張っていただきたいですし,、まあ惜しね、残念ながら敗れました北三隈、えー、大分東キツキの皆様も本当に3年生お疲れ様でしたそして後輩の皆様もぜひ頑張ってくださいさあ5日目ですね、えー、この日からいよいよ2回戦ですそして シードコーも登場いたします特、ね、にもこの5日目全国的に注目されるカード1日です。えー、というのも第1試合からなんとですねもうあの絶対的王者と言われている、ね、あの全国、ね、あの今年の春の選抜準優勝の名宝登場いたします。 第一試合名宝対大分小木の台の試合ですもうあのね今の全国の球児が打倒名宝打倒東海大相模とねいう感じでもう全国的に注目されているね競合でございますもう私もあの事前のですね組み合わせ感想動画でももう正直やっぱりこう明宝の優勝は固いでしょうとね予想したぐらいですねもうとにかく強くてね注目されているチームです その名方に対するのが大分小木の大宮大あの開幕試合でですね逆転勝利した勢いがあるチームですのでもうこのね大強敵全国的に注目されている名方に大宮大がいかにねどれだけ挑めるかその構図になると思いますこれはもうかなり注目ですね、えー、ネットがパンクしないか心配ですけれども、えー、ですね。 次は第2試合が大分工業対別府省星ですね、えー、大分工業はノーシードなんですが、えー、ほぼもうねシード校に近い実力あるチームで,で別府省星は1回戦ですね国先に逆転してしかもねコードまで行こうかというぐらいこの爆発力のあるチームですのでこの2校もですねまあそのシード校に挟まれているもののかなりこれ面白い試合になると私は予想していますそして第3試合ですね 第3シードの柳川浦対三重総合この柳川浦ですが、えー、組み合わせの動画でも私ご紹介いたしましたがここまあもちろん優勝候補これ間違いないですねおそらく私明本の次ぐらいに強いんじゃないかなというぐらい結構総合力高いチームと見ています まあ、私もあのこの春のです、ねえー、九州大会予選のです、ね、決勝屋根ガ見させていただきましたがあのピッチャー陣がです、ね、2枚3枚,3枚とです、ねえー、これがもうね上がりえ君とか前田君とかです、ねえー、もう充実してますしこ長いあのトーナメント戦でこう有利ですからね投手が枚数が多いと。でバッティングもです、ね、4番キャッチャー木戸君のあのフルスイング、ね、速いスピードっていうのはこれ バッティングもかなり期待しております。で、対するのが、えー、私の地元、えー、文豪野市の三重総合高校です。ね、初戦はまあコールドで勝ったっていうところなんですけれども、あのー、まあ、正直柳川はかなり強いですけれども、ね、まあやっぱりこう地元、私の地元ですね、大七からね、悲願の甲子園ということでね、こう、ひるまずにですね、もう先生堂々と戦ってほしいなというふうに、ただ願っています。えー、ということでですね、この、 5日目の第2 3つの試合、えー、かなり注目ですので、えー、見応えあると私は見ています。えー、ということでですね、えー、今回は4日目ですね1回戦の最後の,しの日とですねそして2回戦の始まりのカードのご案内でした、えー、本日も最後までご覧いただきましてありがとうございましたよろしければですねいいねボタンですね高評価していただけると大変ありがたいです。 そしてですね、えー、チャンネル登録もぜひよろしくお願いいたします。えー、7月8月はもうとにかく高校野球のですね強化月間で。ね パワーチュただですね、一つちょっとあのですね、お断りというか、まあ、場合によってはという話なんですが、えー、5日目、まあ、7月9日に、まあ、雨天中止でなく行われた場合ですね、えー、その日、まあね、特に名豊とか注目の試合の報告ですが、まあ、もしかしたらその日のうちにはちょっと、えーですね、ご報告できない可能性がある旨は、えー、お伝えいたします。えー、というのも 本当個人的な話なんですが9日のこのね夕方私あのワクチンの接種を受けますまあ1回目なんですけれども、まあ、それで副反応で少しちょっと具合が悪いなってなった時は申し訳ございません翌日などにですねちょっとずらして、えー、ご案内する予定でございますので。 その点はご了承ください。まあ、何もなければ通常通り、その日のまあ、夜には、えー、ご紹介したいなと思います。もうね、かなり楽しみですね。もう全国的に楽しみですので、まあ、一緒に高校野球ね。皆様応援しましょう。楽しみましょう。そしてですね。雨とか怪我とかね。苦しいことがないようにね。各ね、全国の各球児の皆様にね。幸あると願うばかりです。それでは最後までありがとうございました。ゲームセット。